任天堂 DS でメモを取ることができますが、ちょっと画面が小さいんだよね。あと起動するのも時間がかかる。iPhone でもメモが取れますが、やっぱりこれ画面が小さい。あと指先で書くとね、どうしても小さい文字が書きづらい。iPad なら、でもちょっと重いんだよね、これね。じゃがじゃん、ブギーボード、スタイロフォンでおなじみのダンスミュージックレコードさんから。うわ、よろしくお願いいたします。DMR 斉藤さん。斉藤さんから送っていただきましたけども、ブギーボード。超軽い。軽っ、スタイラスが伸びますね。ペーパーレスライティングタブレット。LCD スクリーンのここがイレースボタンです。ポチ、消えました。ここにかけちゃうんですよ。指はちょっと無理だけど、爪だったら反応します。これはいいわ。はい。割と細かい字も書けてしまいますね。これ単純明快だよ。ペンでなぞるだけだからさ、書いて、消す。書いて、消す。書いて、学校とかで使えそうだよね。21世紀の新しい石板と呼んでいいんじゃないでしょうか。ブーン。いろんなガジェットありますけど、これで書くの一番紙に近いかも。なんたってこの軽さ、ものすごい軽い。もう iPhone なんか目じゃないぐらい、マジで軽い。うん、この軽さと薄さがね、紙の気軽さ。あ、消しゴムがないのが辛いな、ちょっとな。一部分だけ間違えたとき、これを消せないのは辛いですね。全体を消すことになりますから。世の中 iPhone だ、iPad だって言ってますけど、これでしょう。いや、わかんない人はついてこなくていい。これはほんと通好みだよ。これだけだもん。何にもできないもん。SD カードもついてないし。だって、電源とかあるのはイレースボタンだけですよ。あと、LCD スクリーンでこう、割り切るにも程があると思うよ。すげえ。何しろ起動時間がいらないしさ、紙にメモを取るっていう当たり前のことが、iPhone や iPad だとまだこう開きがあるわけ。それをなんかすごく一気に飛び越えたような気がする。紙の次はこれだよっていう、まあ、とにかくこれはブギーです。すごい意味じゃなくてすごい。感動してないけど感動できるよ。わかる？チープガジェットの王道言ってるよね。紙じゃないと考えられないことってたくさんあるの。それに一番近い電子ガジェットこれだよ。これはすごい。全国の小学校で使ってほしいもん。そして、ここ数日会社の方に持ってってますが、みんなの食いつきがすごいいいんですよ。うちの会社みんなあの iPad とか触ってますし、当然みんな iPhone 持ってるんですけど、それとは違う反応ですよね。やっぱりね、紙の書き味にすごい似てるとかね、軽いとかね。LCD ライティングタブレットブギーボードでした。